来たな。寝てても俺は構わないぞ。何度でも運んでやる。そりゃ残念だな。終わったよ。書き終えたんだ。そうだ、これから封筒に入れて編集者に渡せば完了だ。ああ、祝杯でもあげるか。書店で君に会った時な、もう3作目を出すのはやめようと決めたところだった。3部作はもう数年前に全て書き上げてあったんだ。その頃は今の状況を想像すらできなかった。ベストセラーなんて言われてな、君みたいな若い子がたくさん読んでくれる。でもな、この物語はそんな話じゃない。特に3作目は俺の恋愛の墓標のつもりで書いた作品だ。ああ、主人公は最愛の人を失い全てに絶望する。そして残りの人生をただ目を閉じてやり過ごすことに決めるんだ。しかし主人公は君のおかげでもう一度だけ目を開けてみようって気になれた。だから、時間切れか。空いているから勝手に入ってくれ。失礼します。いつも身勝手で悪いが、もうここには来るな。相沢先生はこれからが大事なの。変な噂にでもなったら。そんなことは関係ない、黙ってろ。いいえ、先生だけじゃない、あなただって傷つくことになるの。だからもうおしまいになさい。もうここには来るな。わかったな。